どうも、ミルキーシオです。よろしくお願いします。もうかれこれですね、お笑い芸人やって21、22年経ってるんですけれどもね、全く売れてない状況でですね、一辺その芸歴5年目ぐらいの時にですね、なんかこうお父さんとなんか喋ってる時がありましてですね、なんかこうお笑いどうやみたいなね、すごい一切ね、私のお父さんもお母さんもお笑いをやることに反対せずに応援してくれてるというね、ありがたい、本当にもう幸せ者なんですけれどもね、一品5年目ぐらいの時にお父さんがですね、お笑いどんな調子なみたいな、どんな調子やみたいな聞かれましてですね、いやー全然やねーみたいな感じで話してね、で、芸名しててね、なんかこう、芸名が彼女ちゃうかみたいな、ミルキーしよって、何ミルキーしよって、みたいな言ってね。いや、まあでもなんかこう、ギャップがあって、なんか覚えやすくて、名前だけは褒められ れんねんけどな、とか言ってたんですけどね。いやー、でもお父さん、芸名あかん思うわー、みたいな言って。あ、そうつって。まあ、ミルキーはええけど、シゲオって、つってね、いや、そこはあんたがつけた名前でしょっていうね、シゲオの部分は否定してどうすんのっていうね、あんたが、お母さんがもっとなんか、流行りのかっこいい名前にしたいって言ったけど、昔のなんか古いシゲオっていう名前に強引にしたあんたやかなっていうね、ミルキーはええけど、シゲオがあかんのちゃうとか言って、いや、どういう感じやねんっていうね、あんたがつけた名前やかなっていうね、思いました。はい、ということで一笑いありましたというお話です。どうもありがとうございました。